山の日は日本の国民の祝日の一つである。日付は8月11日、2016年1月1日施行の改正祝日法で新設された。山の日は2014年に制定された。祝日法2条では山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝することを趣旨としている。なお、祝日法では第2条で各祝日の趣旨を規定しているが、 由来については規定しておらず、山の日の由来も同法には明示されていない。国民の祝日に関する法律の一部を改正する、法律が2016年1月1日に施行され、8月11日は、同年より、国民の祝日、山の日となった。2007年に、緑の日を5月4日に移動させた上で、昭和の日が制定された時以来となる、祝日の新設である。なお、 2020年は東京五輪パラリンピック特措法により東京オリンピックの閉会式の翌日となる8月10日に変更された。同年に発生した新型コロナウイルス感染症流行の影響でオリンピックの開催は1年に延期されたが山の日の再変更は行われず日付だけが変わる形となった。なお特措法が改正され2021年にも 延期されたオリンピックの日程に合わせて山の日を移動させることとなった。当初は閉会式翌日の8月9日に山の日を移動させることを想定していたが自民党内から長崎原爆の日である8月9日を祝日とするのは望ましくないという意見が出たため閉会式当日の8月8日に移動させ9日は振り替休日とすることとなった。国民の祝日として 山の日を制定することを求める日本山岳会を、はじめとする全国、山の日協議会加盟所団体やすでに山の日を制定していた、地方自治体、その他山岳関係者や自然保護団体等からの意見を受け、2013年4月、超党派の議員連盟、山の日制定議員連盟が設立され、参加者は110名に上った。2013年6月30日に、 山の日制定議員連盟が開いた総会にて、6月上旬、海の日の翌日、お盆前、日曜日を祝日とする案の中から、お盆休みと連続させやすい利点があるとして、お盆前の8月12日を祝日とする案が採用された。しかし8月12日は、1985年に犠牲者が世界最多の単独事故である、 日本航空123便墜落事故が発生した日であり、しかも123便が墜落した場所も、オスタカの尾根、つまり、山ということから、オスタカの尾根がある、群馬県選出の衆議院議員、小渕優子らが、JAL123 便事故が起きた日を、お祝いするのは、違和感を覚える。これでは、山の日ではなく、オスタカさんの日になってしまうと懸念を示し、また、群馬県知事、 大沢正明も JAL123 便事故を理由に日付の見直しを求めたことを受け、議員連盟は11月22日の総会で最終的に8月11日を山の日とすることを決定した。なお、8月11日の意味合いについて関数字の8の文字が山の形に見えることや11日が立ち並ぶイメージがあることから、 都道府県の山の日で多く用いられていることを指摘する報道もあるが、共に正式な由来ではない。2014年3月28日、自民党、民主党、日本維新の会、公明党、みんなの党、u いの党、共産党、生活の党、社民党の旧党は共同で、祝日法の改正案を衆議院第186回国会に提出した。 同年4月25日、衆議院本会議で9党の賛成多数で可決、参議院に送られた。同年5月23日に、参議院本会議において、改正祝日法が賛成多数で可決、成立した。2018年に、白馬駅で掲示された、祝8月11日山の日の横断幕2本の、祝日の数は16となり、2016年から8月11日が、 山の日となった。この祝日が制定されたことで、天皇誕生日が12月23日だった2018年までは、祝日の設定がない月は6月のみとなっていた。2019年4月30日に、天皇の大位等に関する皇室天板特例法が施行されて、天皇誕生日が2月23日に移動したことに、伴い、2019年から、 祝日のない月は6月と12月の2つとなった。なお、2020年2021年は、東京五輪パラリンピック特措法の規定により、スポーツの日が7月に移動して10月に祝日がなくなったため、たま数月最後の祝日となる。当初はお盆の前日に制定し休みを連続させることが目的であったが、8月11日に制定したことで、 間の8月12日も合わせて休みにする企業がある一方、カレンダーによっては、超大型連休の発生や8月12日を境に連休が分裂することもある。なお、企業による休みの分散化が進む中、そこまで影響は出ないとの意見もあるほか、学生にとっては、そもそも夏休み期間中であり、全く影響はない。 山の日の制定を目的とする超党派の議員連盟。2013年4月10日設立。会長は江藤聖志郎。事務局長は無退俊介。制定が実現したため役割を終えた。いずれも衆議院、議員、五十音順。山の日が国民の祝日として制定される前から、以下の府県では独自に条例などで山の日を設けている。八の文字が 山の形に見えるため、8、木が立ち並ぶイメージから、11を使う傾向があるという、長野県北あずみ松川村など、山の日を市町村単位で設けている例も見られる。このうち群馬県は、2016年から国民の祝日として山の日が施行され、国民の祝日制定という目的の一つが達成されたことを受け、群馬県他37団体による、 群馬山と森の月間推進協議会が2010年に制定した群馬山の日群馬山と森の月間を2016年5月に廃止した群馬山と森の月間推進協議会は名称を群馬山と森林推進協議会と改め群馬山の日群馬山と森の月間に行っていた啓発活動等は8月11日の国民の祝日 山の日に合わせて行うことになった。山の日制定にあやかり、明治は同日をキノコの山の日として制定。一般社団法人日本記念日協会に申請、同協会が認定した。制定理由は、チョコレートの部分を縦に2つ並べると8に、クラッカーの部分を2つ横に並べると11になることと国民の祝日の 山の日に合わせて山の名前が付く商品に親しんでもらいたいからとしている。2016年8月11日当日は東京、新宿でヤッホーを叫ぶイベントキノコの山彦を開催した。ありがとうございます。